よく出てくるパターン。ヨナスとレッドゾーンダイバージェンス発言、RSI の下狙い分け、バンドオフ終了の知らせできた。ここで買ったんやったらダメだねっていう話したじゃないですか。バンドオフなんで、まず買うタイミングが、感覚的なところに頼りすぎてるのかなと。一旦ここまで上がった後にちょっと下がりやすい傾向があるんですよ。エクジットそもそもやろうと思ってるんだったら、このタイミングで切るっていうのがセオリー。これからインしようと思ってます。分析お願いします。決算見てからインしたらいいんじゃないですか。まあ、決算プレイ出しんすね。はい。フライングで買おうと思うんやったら。もう決算ですよ。決算。5月9日、来週木曜日。はい。まあ、自信あるんやったら買いなんじゃないんですか？ここから上がると思ったら。まあ、時給だけ見とこうか。うん。これからどうですかって無理。決算控えてるから。そこでテクニカルとまた違うファンダの動きの方が優勢になるので、なんだ ?PR6.8、PBR0.68 倍、配当利回り 4.6%。まあ、高配当銘柄だからね、買いたいっていうのはわかるけどね。制度信用倍率がね、今 26.06% で若干重たいんだよね。なので、需給的なところ悪いから、決算変なの出てきたら下突っ込む可能性があるというところだけケアしておかないといけないから、やるとしても打診から。時給が軽かったら、まあ一回やってみたらって言うけど、決算前に買おうっていうんやったら、この時給やったら一旦少し買ってみるみたいな感じかなっていうふうには思うけどね。ユーグーグルさん、日鉄さん、US スチールやトランプさんの選挙があるからなーって、まあね、そこあたりも材料としては意識されるとは思うけど、あ、ちょっと待って、プロテイン飲む。さっきね、胸トレしてたんだよ。分割介入、そうだね、分割介入だ。ビットコインのショートでかかったかなって。あ、ショート？10%下がってるもんね。1000万割ってから900万、907万までビットコインに関しては急落してますね。この3日間ぐらい 10% ね。うん。ポニッキーさん、利上げは最終手段。いや、ね、利上げはしていかないといけないと思うんですけどね。正常化で。金利のない世界なんて、お金預けてても全然増えないし。いずれ正常化しないといけないですけどね。でも出口難しいよね。介入は国民の負担じゃないよ。政府の負担だよって。うん。そうだね。でも政府も儲かってるけどね。1ドルいくらだ ?80 円ぐらいの時に買ったやつを売ってるんでしょ。ということは利益につながってるので儲かってますよね。政府としてもね、外為特会儲けてる説。うん、そうだろうね。はい。鶴田明久さん、住所住友商事8053。うん。2500円、500株です。口座利が出ました。売り時わからないので分析お願いします。2500円で500株持ってます。売り時わからないです。分析お願いします。売り時、売る必要あるの？高配当なのに。2500円で500株だったら別にそのまま持っとけばいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、まああえて売るとするならば、フィボナッチのラインは多分ここあたりから引くので、こういったライン意識しながらなんじゃないのっていう風に思うけどね。はい、4548から4856、2500円でしょ。ここあたりで買い、相当下で買えてるので、まあ、今長期の資産で持っとくっていうのは全然ありだけどね。まあ、実に目先スライスで吐き出したいんやったら、4500とかそんぐらいになったら一部、売っとく。まあ、100株なり200株なり売っとけばいいんじゃないかなという風に思うけど、ここあたりのラインは、ちゃんとね、自分で引けるようにし頑張ってやっていこうね。メンバーシップ内で話してるからね、直近フィボナッチのやり方とかも、過去のやつもやってるじゃないですか。それをね、みんな見ときましょう、メンバーさんは。理論武装してるんでね。7545。これが、西松屋チェーン、ゴルカスさんのやつ。ほい、西松屋。2500円で、1000株捕まってます、分析をね。2500円で買うのがおかしい。まず一つは。パッと見ね。バンドク終了あたりで買ってるんですよ。バンドク終了のお知らせが出てる段階で。まずそこを一つ、改善しないといけない。捕まってますじゃなくて、それに至った経緯をちょっと分解してやっていくんだけど、バンドーク日柄調整が入って、パラボリックマック D が下落トレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央線赤のラインであったり、25日移動平均線までの軌道修正は起こりやすいよ ですよね。の段階で決算で、あとはその需給がどうだったのかなんだけど、7545でしょ。西松屋でもそこまで需給悪いとは思わないんですけど、そうですね。需給はもう別に関係ない、ここに関しては。で、日足の割れ抵抗ラインは切り上がってる段階で、MACD の割れの抵抗ラインは、若干切り下がりでダイバージェンス効果っぽいものが出てました。RSI は上値のライン、ここも切り下がってる、若干ダイバージェンスっぽいよねっていう段階で、 RSI のここの下値抵抗ラインを割って下にストーンなんじゃないの。割った段階がここだよね。はい、このパターン暗記ですね、よく出るので。で、プラスアルファで起きちゃったものはしょうがないからね、ここからのこと考えないといけないけど、フィボナッチのラインがここから引いたらどうなるの。こういった形でレッドゾーンにタッチしてました。ほら、よく出てくるパターンじゃん、コンビネーションじゃん。フィボナッチとレッドゾーンダイバージェンス発
言、RSI の下狙い上げ、バンドオーク終了のお知らせで日柄調整入ってました。で、ここあたりで買って決算で下にストーンでしょ。ここは、掴みに行かないことができるんですよね。こういったところって。ここあたりのその、テクニカルのコンビネーションをしっかりと意識していると。なので、まずはそこを一つ、今回の失敗で、何をその、得れるのかどうかというと、含み損はもうど、今のところ上がってもらわないで困るからね。そこはどうにかしないといけないけど、ここを経験できたんだよ。ということは、次同じことをしないように、学ばないといけないですよね。ただではね、やっぱし終わっちゃいけないんで、ここのところ取れたってところですよね。うん、はい。で、あとは、ここからの展開なんですけど、ね、一旦バンドク終了でボリバの調整25日までの軌道修正は起こってる。ここもそのバンドク終了後のお知らせで、戻るべきラインのところまで戻ってきてるわけじゃないですか。で、ストキャー RSI MACD 見ると、中途半端なんだよね。で、買い増してるかどうかだよ。要はここで。2500で買って、20% 下がったんでしょ？ということは、例えば、ここのバンドク終了のお知らせぐらいで、何品かけてたら、ここで一部、相殺できるんで、ここで高値で捕まってるやつと、ここで安く買ったやつで一部相殺してから売り抜けることできるわけで。それを、怠らずにしたかどうかってところなんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、ここからどう、いや、ボックス券、ボックス券。塩漬けしたままでは、いつか元に戻るだろうは戻らないからね。そこは気をつけない。このボックスの中での値動きをしばらく継続するのかなって感じがするかな。株主優待は2月8月だもんね。8月ってことは7月ぐらいにちょっと同意づいてくるかもしれないねっていうところで。ただちょっとその落ちたばっかしたかなんとも言えないね。安く買ってたら、ここあたり買ってなったら、もう少し見てから、まあ、ここあたりで下がってくること意識ねって言えるけど、RSI のここのライン、この下のラインにタッチしてからまた下がっていくパターンがあるから、そこを意識。とりあえず、ここは掴むか掴まないかで言ったら掴まないんですよ。パッと見このパターン出てたんで、はい。やっぱその守備力だから、今日参考になるやつを皆さんに X で動画をポストしましたよ。大井高晴さんの動画ですね。過去のやつ見てくれたみんな。最強麻雀プロのオンライン授業16、守備こそが活躍の秘訣 M リーガーみたいな感じとタイトルの動画なんだけど、そこに書いてますよ。はい、守備意識ね、長く続けたいんだったらね。張さんって板見てますか？当たり前じゃん。なの板見るに決まってるよ。のぶちゃさん板見ないでトレードできないもんてか全部僕は株のことやったら全部答えることはできるので、皆さんいろいろ質問してみてください。唯一答えられないのがオプションと先物。そこはちょっと経験ないので知識はあるんだけど、なんていうかな、実務ベースっていうか実行ベースでの知識はちょっと欠けてるんだよね。そこは他の人の方の最初見た方がいいと思うんだけど、ただそれに付随する株の知識とかあるから、だいたい答えられる。でオプションもね、やらなくてね、もうね、わかるからね、ビックスの動き見とけばね。だからなんつうのかな、僕株が好きなんで、そっち系には手出してないんですけど、はい。メルカリ1790円で2500株持ってます。決算が近く決算プレイだと思いますが、長期的に見てどう思いますか？やらない。長期的に見たら、まあ、成長性があるんだったら、どうかなと思ったりするけど、需給の期日なんですよ。需給悪かったっしょ、メルカリ。いや、ここはね、下げてくるのは分かってるんで、決算で投げ売り、もし投げ売りが入って下がった後に需給の改善期待で少し上がってくるかもしんないねって感じよね。需給は最悪なんですよ。この銘柄今。信用買いががっつり入ってるんですよ。ここあたりで買ってる人、全員漏れなく含み損。決算に、一部、もう本当にね、望みをかけてるんですよ。ここで、いいもの出てなかったら投げ売り加速なんだよね。で、ここの高値から半年後だから、決算で狂ったら、ここで買ってた人たちが最終投げるんですよ。期日だからね。そういったところで決算見てからです。中長期でどうなのかっていうと、そもそも、メルカリなんかその、特殊とかあったらいいけど、PR24 倍、PBR4.69 倍でしょ。PBR ベースで考えると、どうなのかなんだよね。過去のその水準と比べて投げ、安いのか高いのか、4.5 倍でしょ。過去4倍まで下がったことあるんですよ。過去のその平均水準から言うと、PBR ベースで 4.5 倍は、上場当時にドーンって下げた時以来なので、この銘柄して割高割安かっていうと割安な部類ではあるとは思うけれども、成長戦略が見えるかどうかってところだと思うんですよ。目先の利益気にしないってことやったら少し本当に長い目で見てくって感じになると思うけどね。はい、もう目先無理だよ。数ヶ月1年っていうスパンで見れるっていうことやったらやってみたらいい。無敗だしね、長期で持つ言うても無敗配当があったらまだしも無敗だからね。おまけがないからちょっとあれだよね。数多くある銘柄でメルカリ選べないって、そう安いか
から買うじゃないんだよね。まあ、受給でこれ、最終な、投げ売りに入るじゃないですか、一旦。で、上がって、年末にももう一発これ下落ちると思うんだよね。一旦上がったとしても。おそらくね。受給重たいんで、年末年始の損益通算最終日に向かっても一応、年末までに受給が改善しなかったら投げ売りがまた出てくると思うから、そこでもワンチャン、狙えるかもしれないっていうところだとは思うよ。これだけ日経平均上がってるのはヤンダーパフォーム逆にしてるので、まあ、手出しないですよね。市場も、別に、あれじゃないですか。プライムなわけじゃないですか。グロース市場とか、そっちじゃないよね。なのにこんだけヤンダーパフォームしてるという方、やっぱし、まあ、人が見てない時に投資するっていうのが上等手段ですけど、まあ、とりあえず、やるんでしても、ちょっとやってみたら。フィボナッチレッドゾーンまで待てばいいのではないかって、まあね、フィボナッチのレッドゾーンが1522から1204っていうところだよね、一応ね。まあそこまでもしかしたら信用、決算しくったら下の方に突っ込んでくるかもしれないみたいな、はい、感じかなっていうふうには思うかな。やるにしても決算後ですね。そうだね、決算見てからだね、ちょうど受給の期日到来だからね、高値期日が来るので、やっぱ待機してるから、もう決算でワンチャンうまくいったら、少しでも高いところで売れるって思ってる人がいるから。アドバンテスト6857お願いします。本日打診で買いました。アドバンテストに関しては、ちょっとみんな200日でしょ、ちょっと見とけば、ちょっと少しまだなんかアメリカの半導体かも下がってるし、少し時間、まあ言うてる意味わかる。ちょっと打診買いで買える、ここあたりは確かに打診買いで入りやすいとこなんで、ただね、ちょっと一つ気になるのがここなんだよね。5日と200日とデッドクロス形成が入るんですよ。もうで、それを多分認識してると思うんですけど、その前に一旦打診で入ったんでしょ。ここのクロス見てからだよね。これでワンチャンもう一発下にっていうことならば、やっぱしもうちょい下押してくるんで、ストキャー RSI、MACD、初動は何もまだ出てないような状態の中で、MACD のクロス重要だと思うんだけどね。パラボリックも冷やしたの距離感がまだ空いてるんで、まだちょっとその200日でもたもたするか、5日と200日とデッドクロス見てからの方がいいような気するけど、まだなんとも言えないね、ここは。デッドクロス組んで、リアクションがそんな入ってないんやったらいいんだろうけど、まあ、アドバンテストはまあとりあえずそんな感じだよね。結構下ね、高値からね。分かってたけど、下がってくるのはさ、分かってたけど、結構下ね。ひでひでさん、電化1回しかそれぞれ円取りしようと考えてます。よろしく。電化は長期ですね。ケミカル系でやっぱり円安、円高になったらメリットが増えると思うけど、ケミカル系はですね、あそこは配当に、減配して一旦落ちて、決算後にも落ちてるもんね。決算近いんですけど、これはもう長期。短期ではないと思う。中長期。電化は。だって、バリエーション見たら確か割安でしょ？ PBR 割ってなかったっけ？ 1 倍。0.65 倍だもんね。それで配当利回り今 4.31% でしょ？ということやったら、ここで、中長期、PBR 1倍超えてた時あるような銘柄なんで、それが 0.65 倍だったら、まあ、結構やっぱし売られてると思うんですよ。中長期ですね。配当金もらいながら、長期のポジションで若干持っておく。目先の利益取るんやったら違うで、ちなみに。っていう、やり方だと思う。電化は中長期です。配当成功とか気をつけないといけないけどさ。直近減配してるし。はい。前回は決算のために下がってるから、決算後がいいかとって、そうっすね。まあ、決算前買うんだったら出し、でもこれ中長期だよ。短期ではない。中長期のポジションに入れておくっていう感じだと思うよ。少しね。割合的なところでは、電化だけにウェイトが、長期のポジションを組むときは、電化で、大半のウェイトを占めないように、しっかりとポジションを考えながら入れていきましょう。中長期のポジションで、5銘柄ぐらいで組むんじゃなくて、もっとなんかいっぱい買うっていうイメージで。ワンチャン上場廃止とかあり得るんだから、将来的にどっか、なんかあったら。そんな感じです。何？電化。感じが違うね。はい。リクルート6549で6549円で2000株持ってます。決算前ですが、売り時回ってます。分析お願いします。最近、引けた金で日経上がるときには、大幅に上がってきそうな気がします。日経平均のその可能度が高いってことですね。ベータ値が高いってことなのかな？一つ、売り時迷ってるってことやったら、2000株持ってるわけですよね。で、6549円ってことは、ここなわけじゃないですか。で、今、300円上がってるから、3、4、12、4、6、24だから、4、5% ぐらい含み益が出てるような状況なわけでしょ？やったら決算前に例えば一部売っておく。売り時迷ってるって言うんだけど、高いところで売りたいなじゃなくて、決算前にとりあえず2割ぐらい売っとくかっていうイメージで、まあ、大体のところで売ったらいいんじゃないの？僕ももう今日売ったけどさ、実利吐き出して。大体もう昨日の方が高値だった
ったけど、今日は少し下がったんで、まあ少し売っとくかみたいな感じでスライスしましたけど、持ってる銘柄一部。はい。なんでかって、ドタ金で売れるとは思ってないか、僕自身が。ハイタ金で売ろうと思ってないので、はい。一部スライスしました。まあ、とりあえずここあたり一部売っとくかっていう、そういった感覚で。で、ちょっと守備力上げたんだよ。それで、下がってきても大丈夫なように。結局は決算いいところが上がるって、決算いいところが上がると悪いところは一気に下方に突っ込んでいくと思うんで、注意っすね。はい。まあ、そんな感じだよね。で、あとはその、ストキャー RSI、MACD 見るんだけど、RSI の上値抵抗ラインが若干切り下がってるのがちょい気になるねっていうのがあるよね。ダイバージェンスじゃないのこれみたいな感じで。要はその、上値の抵抗ライン切り上がってるのに、RSI と MACD の上値抵抗ラインが切り下がってきてるわけじゃないですか。ということは少しトレンドを弱含んでるんですよ。その段階で RSI の下値ライン割っちゃダメだよねっていうのがあるんだけど、RSI の下値ラインがこれ見えないんだよね。なので、こうワンチャンまだ上の途中なのかもしれないっていうのはもちろんある。決算クエスチョンだから、ここで一部売っておくっていうのは全然ありなのかなっていう感じがします。はい。リクルートは買い時はよくわからない銘柄ですね。いい銘柄なんですが、配当低いので下がったタイミングで買いに行くいいですって。まあね。あとね、パッと見、どこのラインが重要かなんですよ。どこと思うみんな。このチャートを見てパッと。どの移動平均線が一番重要だと思う ?100 日はあれだけど、75日かな。75日移動平均線。いや、50日っぽいっちゃぽいんだけど、直近50日と5日移動平均線がデッドクロス組んだけど、そこまで下突っ込んでないですぐ上がってきてるじゃん。ということは50日の重要度がそこまで高くない可能性があるんですよ。重要っちゃ重要なんだけどね。75日、いや100日は重要、100日はダメだと思うんだけどね。75日にしとこっか。このパターンでしょ。75日だよ、おそらく。50日じゃなく、超的なパターン。パラボリック下落、パラボリックと下落、パラボリックの感能度はそこまで高くないような感じがするね。この銘柄はパラボリックの感能度は、パラボリックじゃない、パラボリックの重要度はそんなに高くない。この銘柄は何を起点として動いてるか。まあ、とりあえずそんな感じかな。はい。卵兄チャンネルさん、ここ半月で資産 20% 減、やっぱり個人投資家一番除いて勝てないようになってるのかな。毎日動画で勉強してるのになーって。ここ半年で資産 20% 減。いや、それは、ショートかけてんじゃないの。よほど変な銘柄やってないと、この半年間で、半年前からでしょ。だって、年初から日経平均バババババって上がってるじゃないですか。だって、どんぐらい上がってる ?3 万3000から4万1000まで何割も上げてるんでしょ。そこの幅取れてないってことは、空売りとかしてるんじゃないの。空売りは責任持てないね。俺、自己責任、自己判断って言ってるので、ちょっとね、僕が言ってることと、逆のことをしてるような可能性があるんじゃない?何をやってるんだろうね。いや、それわかんないんで、なんとも言えないんですけど。20% 減と減って。何の銘柄 20% 減なんですか?ちょっと今の人教えてください。空売りだったら、それはもう知らへんで。空売りは自己責任、自己判断なんで。何の銘柄で損してるんですか ?20%。この半年で資産 20% 減ってことは、なんか変なことやってるよ。ダブルインバース。そう。半年じゃなくて半月らしいですよ。半月?この半月で 20% 減。あ、ごめん、半年じゃなくて半月だって。ごめん。半月でも資産 20% 減、半月でしょ?ステカブだよ、これ。それやったら。だって、15日でしょ?2週間ぐらいで 20% 資産減ってことは、多分して株かなんか、中小型株やってるってことじゃない?ガチャガチャ動くようなやつ。な感じするよね。なんかそんな感じするね、電柱さんね。半月なら一部に集中投資してんじゃねえって。多分それはあると思う。あ、それかレバレッジかけてから、倍動いてるとか。でもちょうどその日経平均下がっていく試合だからね。そこなんだよね、結局ね。信用だと回って、回るよね。あるあるじゃないって、あるとは思う。半月でこの下落で、資産が減っちゃったってのは、でもどうなんだろう、そこに関しては。年初からの利益ってどうなったのかな。いや、そこからやってないのか、直近やり始めたばっかりの人なのかな。ちょっとわかんないけど、なんか翔さんの言葉が偉い突き刺さる。今日、空売りは自己責任で、空売りは自己責任、自己判断です。僕はなんていうのかな。そこあたりは推奨してないので、このチャンネルはですね。はい。空売りは僕、空売りメインで、チャンネル内で何か銘柄推奨してるとかじゃないので、ドタ金掴んじゃうと大変ですよね。そうっすね。ドタ金だけは、やっぱり掴まないようにやっていかないといけないですよね。グロース銘柄とか買ったのかな。グロース株は僕は毎回言ってるんですけども、してないですね。もう2年間ぐらいしてないですよ、中小型株は。大型株だけ。今のそのファンダ的っていうか、そのマーケットの、金利が、日本の金利が上がりそうな時代の中で、
中小型株は手掛けにくいので、中小型株はやってないですね。やってないですね。うん。もうさん、逆にどのぐらいの数の銘柄に分散するのが理想でしょうか？予算100万とすると、100万1銘柄。無理。分散は。いや、できるけど、僕だったらデートレする。てか、デートレしてた。数百万の段階だったら、ガチャガチャ、レバレッジかけてからやってました。ただ僕、それは、しっかりと僕、知識があったので、やり方してたので、そういう風にやってたんですけど、100万で分散は基本無理です。無理。うん。一点集中でやってた、その時は、僕は。だって分散してもそこまで、だって、そんな資産多分増えないと思うんですよ、100万でやっても。うん。やったら僕はやっぱこう、日中の鞘をいいとこでこう、取りに行くとか、やってましたけどね。この4日間で4月の含み益減、がだいぶ減りましたって。あ、よかったっすね、ケイさんね。S 株とかならできそうで、単元未満株だったらね。うん、覚えた、S 株って、単元未満株って、墓場でしょ覚えた。グロースなんてこったというか、これ利上げとかという前にセーフティネットができひんのかな、中小向けにってね。ちょっと難しいよね、中古型株はね。いいとこなしだよね。ここあたりでワンチャン入るとこあるのかなと思ったけど、結局入んなかったから。入んなかった中古型株は。やらなかった。法的に判断して。はい。あとは、米国 ETF もできますね。そうっすね。ETF だね。そうだね。相手分散するんやったら、指数、買いに行くだね。100万でやるんやったら。僕とかやったら、数十銘柄持ってたりするんですけど、数十銘柄ですね。資産100万で、どうしても分散したいってことやったら、もう指数買った方がベターな気がするね。うん。それやったら平均なんで、はい。いい決算が出て買いたいですが、入るタイミングがわかりません。よろしくお願いします。いい決算が出て、バンドオフですからね。あとだから、ここのパターンまでやってたけども、そっから上の方に突っ込んでったって感じか、上の方に決算で。まあ。一歩二歩で遅れてるけどね。決算出てバッと買わなかったんだね。今、バンドオフなので、バンドオフ終了のサインが出るまで上昇し続けると思うんだけども、ストキア RSI、マックディアも加熱ラインなんですよ。はい。まあ、RSI は、ちょっと微妙だけどね、まだね。このライン抜けてから上昇スタートでしょ？バンドオフはバンドオフ終了のサインまで上げ続けるので、あれなんだけど、この段階で入るとするならデートレ感覚で若干やってみるみたいな感じだと思う。乗り遅れてるからね。決算後すぐにパテ乗らなかったでしょ？よかったけれども。というところで、乗り遅れてるからデートレつついてみるから始めてみたらいいんじゃないですか。で、うまくなんか乗れたなって思ったら、持ち越す。だと思う。はっきり言って。で、安く買ってる人に関しては、バンドオークなので、バンドオーク終了のサインまで見とけばいい。要は、上の青のラインから日足が剥がれるようなパターンですね。日柄調整が続いて、上のラインから離れたり、剥がれ落ちたり、もしくは一旦大きく下がってから、剥がれ落ちたりとか、そういったパターンが出てきたら、目先下がってくる可能性が高まるんだけど、バンドオークは強烈な上昇サインなので、とりあえず持ってる人は、そのまま放置っていう感じかな。そんな感じ。りょうさん、しょうさん、こんばんは。いつも楽しく拝見していますと、伊藤園は、どうなったらなと。100株安いとこ持ってんやと思っとけばみたいな感じだと思うけど。はい。3700か700株打診返し少し買いになってるで、あと200株買いましたいのですが、タミングがわかりません。よろしくお願いします。300株 ?3700? いや、そもそものところそこで300ですね。そもそものところで。ここはもうみんなにお願いしたいっていうか、戦略上にぜひともやってほしいところなんだけど、分割で売り上がってほしいんすよ。分割だから200追って買いたいって言ってるんだと思うんだけど、買うんだったら多分そのもっと前のやっぱしここの前ここに向かってまだ上がってる。おかしな動きしてるんだけどさ。うん。そう三単元そうなんですよ、ミユさんね。本当に投資金額がね、どんどん資産が増えていけば、おのずと複数単元買うようになるとは思うんだけど、やっぱし一銘柄100株買いましたと、例えばね300株買いましたで、戦略の幅が雲泥の差なんですよ。100株だけ買ってたら売り上がれないですよ。一部上がったから売っておこう、保険のためにやったりとか、分割売りができないですよね。300株持ってたらそういったやつができるわけでしょ。要はそのリスクヘッジでもなるし、一部売っとけば高いところで下がってきたとしても利益確保できるんだから、残り200株で握力強くさらに持とうみたいな感じで言えるから。でなんだけど、まあ、なんだよね。だから最初のインのタイミングで単単元買ってほしい。できたも、3単元ってことは300株ってことね。1単元100株だから、まあ金額が大きかったらさ、数百万、1000万、数千万とか入れていく人も、売るとは思うんですけど。まあ、増えていくんですけど、金額上はね。うん。ここから、買いでしょ？そうだね。買うタイミングが分かりませんね。これ、バンドオークなんですよ。バンドオーク終了サインまで上がり続ける可能ですよ。バンドオークに発展したら一発。なので、どこから買おうじゃなくても、ここからは度胸試しなんですよ。まだバンドオークの途中だった、だなって思うやったら、ここからエントリーなんですよ。で、バンドオーク終了のサイン、日柄調整であったり、パラボリックとマック
MACD の下落トレンド形成で、ボリバの中央線25日前の下落入りやすいよねってところを追っていく感じだから、そう、インで300です。ありがとうございます。そう、りょうさん、そう。だから、インのタイミングで300買ってたら上がってった場合、分割していけるわけなんだよね。で、ね、200、上の清書 ?3700 ぐらい買ってんだもんね。で、200株上の方で、例えば200株3900で買うんやったら、平均がいくらぐらいになるんだ ?3800 ぐらいになるのか、もうちょっと上か。3800に30円ぐらいなのかな、まあ、含み益それだったら、2、3% ぐらいの状態になると思うんですね。例えば明日買うってなってくると。で、目先は5日と50日のゴールデンクロス形成が入りそうなので、もうちょっと上に行きそうだよね。例えば4023ぐらいまで、バンドーク一旦続くのかな。で、100日ラインで、一旦頭取ってくんのかなってところを見たりとかするんだけど、ストキャだけだもんね、まだね、加熱のサインはね。RSI マックでは別にまだ下がるような気象ないので、値上がり狙ってるってこと。配当時だったら、もうここで100株買ってるやったら無理に取得単価上げる必要はないと思うんですよ。うん。バンドオフと気づいた時にはもう遅いかなと思って入る勇気が出ない。本当にいいと思ってやったら俺、安いと思ってやったら俺ここからエントリーするよ。取得単価上げるよ。はい、このバンドオフは強い。で、フィボナッチは 61.8% ものシラインがちなみに、一つのラインとして意識されるし、窓埋めもあるわけでしょ。ここ 61.8% ラインが4044円だから、で、ここまでちょっとごちゃごちゃしてんだよね。だから目先もしかするとそこぐらいまで行ったりすんのかなと思ったりはするけど。ああ、こんな感じがしますよね。どうやね。まあ、とりあえずバンドーク、ここからバンドーク終了、バンドークがまだ続くと思って、買うんだったらもう買っちゃうみたいな感じになると思います。はい。こんな感じですね。もし歩いて前の分析チャート遅れて見てる人かもって。おそうだと思うで、アンチじゃないアンチじゃない、それみんな大丈夫大丈夫。さっきの気持ち悪いチャート台でやってるやつでしょ。チャートが気持ち悪いです。さっきの。遅れて視聴なのかなって。だとは思え。でもチャートが気持ち悪かったって俺も言ってたしね。1136、サンリオを200株。なんかこれ遅い。なんなんだろうね、これ今日。まあいいや。200株2807円で持ってます。下がったところで100株難品しようかと思います。2807円で買ってます。ここで買ってます。ここで買ってるやったらダメね。まずね、一つ。100株難品しようと、かと、下がったところでね。そうですね。難品ですね。1割もいかないぐらいか。そうですね。ここで、ここ見てから買ってください。100株でしょ ?200 株買って2807円で、100株買って、200株買って、下で100買おうとしてるってことでしょ。倍の400買うんじゃなくて100ってことでしょ。ということは、勝手な想像なんですけど、資金の余力で、おそらく100株しか余裕、難品で100株買うぐらいしかできないかなっていう、多分もしかしたら投資金額かもしれないですよ。一銘柄に対してね。それなら、これ決算見てから買いましょう。はい。2807円で買って2659でしょ。まだ150円しか下がってないですよ。10% も下がってないでしょ。だったら、ワンチャン決算で戻ってくる可能性あるじゃないですか。はい。で、決算で下がる可能性もあるわけでしょ逆に。で、最後の外れを引いた場合、もし、その、余力っていう、買い増しの余力ってところに限界があるとするならば、かなりもったいないんで、含み損が 5% ぐらいならば、まだ、難品せずに、決算勝負しましょう。売ることができないんだったらね。で、決算見て、また下に下がってくるようだったら、買い増し、上に上がるようだったら、取得単価まで戻ってくるんで、はい。5% ぐらいだったらね。なので、まだ難品は早いと思う。ここ見てからでしょ。ここ見てから。ワンチャンここでブレるからね。どっち行くかわかんないけど、上か下か。それならば、ここ見てから買いますかどうかっていうのを検討した方がいいと思う。上がってくんやったら別に買いますのでいいじゃん。上がってくんやったら。はい。買います、このタイミングで買いますんやったら、決算後ですね。で、一つ、言ったところは、ここで買ったんやったらダメだねっていう話したじゃないですか。バンドークなんで、バンドークのところの、ここで買ったんやったら、そもそものところダメね。まず買うタイミングが、感覚的なところに頼りすぎてるのかなと思う。バンドークはバンドーク終了際まで下がり続けるからね。基本的には。翌日すぐ上がるっていう、淡い期待を持つんじゃなくて、バンドークは一方方向に突っ込んでいく片道切符だよって思ってもらったらいいと思う。一方方向に進むね。基本的なところの考え方で言うとね。もちろんすぐに反転上昇してくることもあるんだけど、基本的にはバンドークは続きやすいじゃないですか。で、続いたらその後って地獄なんですよ。徹底的にもっと下掘っていくから。バンドーク終了の終わりの際までね。なので、それが出た段階で、一旦買いを、感覚的にしないっていうところは、やっぱし、理性的にやっていかないといけないよね。森田さんダメねってどう思って。どういうこと何がダメだバンドク中は、だから愛に買わないってとこですね。これみんな共通点だから。だいたいみんな感覚的に安いから買ったって、よくよく見てみたらバンドークで下掘ってったっていうパターンだから。よく僕に質問してくる人も、ここで買って下がってるんですけど、どうしたらいいでしょうかっていうコメントで、よくやっぱしバンドークの途中というか初動の段階で買っちゃって、さらに下掘ってるってパターンが結構出ているからね。やっぱし多いからね。なので、しっかりとバンドーク終了の際見ましょうっていうところで、もしここで買ってるんやったら。で、もしここならば、
2800、例えばここあたりとかここあたりで買ってるならば、分割は転換点なんでここで売りなんですよ。分割に向かって上がった場合は分割を転換点として下がりやすかったりするんで、逆に分割に向かって下がってった場合は分割を転換点として上がりやすいんで、はい。うん。どっちかにもよるけどね。でもどっちでもやっぱし期待値を追っていけるわけなんだよね。ここで、ここで売っとこうみたいな感じになるから。分割になったら。そこは、ちょっとそのポイントであるよね。こっちの場合は、これ意識できたよねってところと、ここの場合はバンドオークだからそもそも買ったらちょっとまずいかもしんないね。壁ドンも近いし、みたいな。一目の壁で存在して、一旦下がって、上がって、下がって、こういったパターンになるかもしれないねっていうのもなんとなく、読むことができるから、ここをちょっと形通りのに見ていけば、もっとその、逆に分析できるのかなっていうふうに思ったりするから、とりあえずそこの改善点のところも覚えておきましょうかね。改善点のところもね。はい、そんな感じ。お疲れ様です。名古屋勝ちましたって。うん、野田さんらしいね。見てなかったけどさ。はい。まあ、当然 TikTok とか流れてくるんでしょ。一緒だったのかな、わかんないけど。はい。点点点は注視したいですと。バンドオークかな。うん、下落のバンドオークは嫌いだな。上昇は好きだけどって。うん、上昇は好き。上昇方向にバンドオーク発展したいんだったら、バンドオーク終了サインが出るまで僕は放置しておきます。基本的に。あ、でも節目節目で一部、ここあたりで利確しとこうかなっていう考えでスライスしたりとかするけど、基本的にバンドオーク発生したら、途中で全部売るとかってもったいないんで、しっかりとね、バンドオーク終了サイン見るっていうのがね、含み益を伸ばすっていう上で、観点で重要っすよね、すごいね。日本ニュースの分析お願いします。はい。決算ですと。決算プレスね。というコメントを過去のね、現在300円お取りしてます。オッケー。平均購入単価が4240円、トントンぐらいですね。買い増したタイミングも反省点ありますが、ようやく購入単価を超えてきてくれました。使い平均線と、50日のゴールデンクロスを見ていて上昇を期待していますか、翔さんのお考えをお願いします。ここのゴールデンクロス形成が見えてるってことですね。買い増しのタイミング、平均取得単価。だから前こっちで買って、ここあたりで買って、こうなったって感じですね。そもそものところ、この銘柄を何株持つ予定だったのかってところをまず思い出してほしいんだけども、例えばですね、僕もやるんだけど、例えばこれを1000万だけここから上がると思って買ったとするじゃないですか。なんだけども下がっちゃった、仕方がない、下げたから2000万、まあ、倍買ってストック単価がここで戻りましたってするじゃないですか。要はトータル金額、トータル投資金額3000万ですよね。そういった場合は僕2000万売っちゃったりします。そもそもの投資予定金額が1000万だったので余分に2000万相当資金入れてるわけじゃないですか。そうなってくるとやっぱしウェイトがちょっと大きくなりすぎたので投資予定よりも多く買い増しすぎちゃった、ね、平均ストック単価まで戻ったので、まあ、とりあえず一旦買いました分だけ、要は難品かけた分だけ投資する予定なかったけど売っとこうみたいな感じで売っちゃったりする。でもしそういったパターンならば、ここの決算の前がこれがもうクエスチョンなので一部利確、うん、そもそものやっぱその投資金額のところまで戻す、はい、っていうのも一つのやり方としてありだし、僕もやってるところですね。そこに関してはもし難品かけたんで、で、ストキャ RSI MACD に関しては RSI の割れ抵抗ラインがしっかりちょっとここあたり見えてる、まあ、こっちかもしれないね、もしかするとね。こういったラインが見えてるので、こっちかな、うん、そこの上のラインを意識、フィボナッチ 61.8% 戻しラインを戻したら下げやすいよねってところでフィボナッチライン引くんだけど、なんかね、フィボナッチと勉強会動画ないんですかっていうコメント YouTube にあったんだけど、それメンバーシップ代で話します。もし気になるんやったらメンバーシップ検討してみてください。そんな高いもんじゃないんでね、はい、子供塾に行かせるより安いですよ。よろしくお願いしますって感じっすね。うん、行ってもう半値戻しぐらいでも、この日数だったらもう決算までにはこの4425とかそこあたりまでなんじゃないかなっていうふうに思うかな。うん、いう感じですね。もう決算なんで、で決算うまくいったならば、50日移動平均線なんだけど、ここ100日移動平均線でちょっと頭が抑えられてるんですよ。というところで100日移動平均線の存在感ちょっと強めの可能性あるから、うん、そことの50日とのゴールデンクロス形成よりも100日とのゴールデンクロス形成の方が大事かもしれないね、パッと見ね。はい、そんな感じですね。そういった風に該当するところがあるんだったら考えてもらったらいいんじゃないかなという風に思うかな。売ろうか悩むなら一部スライスって言いそうって、そうだね、どうするかって悩んだらとりあえず一部どこが安牌ではあるよね。うん、おっしゃる通りいつもの口癖です。はい、上がるかどうかわかんないな、もう売った方がいいかなーっていう風に思ったんやったら、複数単元持ってるメリットを生かして一部売っておく、念のために。こっちが安泰です。上がったとしてもで持ち越してる分で伸ばせるし、下がったとしても一部売ってるんやったらその分で買いませるし、ワンチャンね高いところで一部売れたからいいやっていうところで一旦エクジットもできるわけでしょ。一番いいところ取りはやっぱしその一部売っておくっていうところだと思う。うん、もしここが気になるならば一部とりあえず売っとけば、それの方が安泰ではあるよ。両方に対応することできるんで、よろしくお願いします。うん、任天堂7974、うん、違う7974、100貨持ってると7730円で、はい、損切りしようとしてるんですが分析お願いします。損切りしようとしている、損切りするんやったらここのボリバの中央線25日ラインですね。うん、ここで買ったけど下押してやっと戻ったけど売らずに下がっちゃったってことですよね。でそれ下げてから損切り考えてるってことですね。またね、ここはね、ここのパターンで損切りに行くときはもう機械的にやってほしいんですよ。もう一旦間違ったと思ったならば、バンドーク日柄調整が入ってパラボリックマック D がゴールデンクロス上昇トレンドを形成するとボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったり25日移動平均線ラインこの黄
色のラインまでの上昇が見込めるんですよね。ただし、この2つのラインがこれみたいに鋭角に切り下がってる場合、一旦ここまで上がった後にちょっと下がりやすい基調が傾向があるんですよ。期待値があるんですよ。これ下がってくる確率が高まるんだよね。だからイクジットそもそもやろうと思ってるんだったら、ここのタイミングで切るっていうのがセオリーだと思う。うん、一旦のところで言うと、でこのケースに関してはバンドの幅が狭いので、バンドのトンネル形成するかなって感じがしますね。うん、あれだよね、多分上がるかなと思ってよく出しちゃったって感じがね。で下がったからやっぱダメだと思って損切りショートしてると思うんだけど、もう損切りするって思ってなったらもう切った方がいいですよ。それパって、僕今任天堂やってるわけじゃないので、任天堂の板であったりとか、ボリュームであったりとか、その場のムードっていうのをちょっと感じ取れてないんだよね。任天堂やってないからね。うん、今僕は前はいろいろやってたりもしたけど、なので救急車来た。なので、とりあえずこのバンドの幅、ボリンジャーバンドの上の青のラインと下の青のラインの間隔が拡大した後に、こういった横横のトンネル形成するような動きになってくると、とりあえずこのレンジ内での動きを一旦形成するんだよね。でボリバーの中央線25日ラインを割る、なんていうのかな、割ることなく、抜けることなく、例えばこういった形で一旦下がって上がって中央線ラインに弾き返されて、なんかこんな形のパターンにならないかどうかだけ警戒。これがね、こういった形で抜けてくればいいんですよ、ボリバーの中央線とかを。ただこのその中央ラインの下のレンジのところね、ボリンジャーバンドの中央線とマイナス2シグマの範囲内での値動きを、形成している時ってトレンド的には弱めなんですよ、ボリンジャーバンドの考え方でいうと。その場合何かのきっかけで下行く可能性があるから、ここのパターンだけちょっとケアしつつ、切るんだったら切るって感じかな。ごめん、ありがとう、チンさん待ってたよ。スクリーンありがとうございます。はい、7735ですね。とりあえずさっきのそのイグジットのタイミングっていうか、間違った後に売るべきタイミングは今じゃなくてから、さっきのところに立ってした段階ってところだけは覚えてて、そこの期待値を次につなげてもらえたら、これそういうことなんだって分かってもらえるんで。武田薬品工業七不思議さんのやつ、高配当の決算書で買いたいと思ってます、アドバイスお願いします。決算見てからじゃあ買えるかどうか判断したらいいんじゃないですか。450でしょ。確かに直近安いあたりをこうろうろしてたと思うんだけど、YouTube 名決め枠ということ？もう決算だもんね。決算見てから買ったら、BPS 下回、解散価値は下回ってるので、中長期で見て上がるかどうかっていうのを見ていけばっていうふうには思いますけど、BPS 割ってるでしょ。一番割ってるやったら買いやすくあるよね。今450でしょ。450。特許のことが医薬品関連は付き物なんで、アスラス薬もしっかりだと思うんだけど、そうだよね。PBR 0.95 倍だもんね。若干したか。今ライン変わってる？ちょっとまた変えようか。計算、電卓も、携帯でいいや。カメラじゃない。電卓。4125ね、4125。これは長期だよね。やるとしても。4340、変わんないよ。EPS は4340とか20とかそこあたりなんで、解散価値は下回ってんだよね。時給は4502の。4502。PR が 69.5、違う。時給は 41.57 倍。時給重たいんだよね。で、信用でこれを買う？意味がわからん。なんで制度信用倍率が41倍？売りが少ないからなんだけど。信用でやる目、信用でやる銘柄？これみんな教えて。武田ってその今一般信用だったら100歩譲っていいんですけど、武田って期日ありの制度信用で信用で買う枠っすか？これ教えて。これみんなの意見教えて。信用枠だと思う人は、はい、信用で買わないという人は、いいえ、チャットにください。俺は買わへんだけど、上がったとしても値幅大したことないでしょ。そこにネバレッジかけて、はるかってとこなんですよね。俺しないんだよね。だってその借りたお金やって、短期で半年でこんなちっちゃいところつついてたら、いつかどっかにどっかやらかしてからやらかすでしょ。その信用枠じゃないと思う。だよね。はい。僕もみんなと一緒。現物枠だよね。信用枠じゃないよね。なのに、信用会が、制度で185万株入ってるんですよ。若干減ってるんだけど、合算では360万株で。でも、多分一般の会に関しては、これは、長期で持てるんで、ワンチャンで。これはまあ別にいいとして、制度の方の185万株のうち、現引きありきでやってる人がどんだけいるかわかんないけど、それでもやると枠じゃないやろうみたいな感じするんだけど。配当もらえないし、見分からん。配当？今から半年持ったらってこと？今から半年持ったら、配当もらえるじゃん。配当金相当額って名目で信用買いもらえますけどね。長屋王さん、最近の信用改ざんが多い理由は何かってこと？いや、もうこれ、ただ単にも信用口座の開設が、簡単になったからですね。はい。誰でも簡単にネット証券で信用口座を開設して取引することができるので、要はそれが資金源だからね。資金源の一つでもあったからね。ネット証券の。なので、信用取引でやってる人が増えたから、全体的に信用改ざんのアッパーも高くなったっていう、水準も上がったって感じだね、アッパーの水準もね。対面証券では、そう簡単に信用枠は開けないので、知識、経験、財産を目的に照らし合わせて、この人は信用口座を開いても大丈夫だなっていう審査が入った後に、信用口座開設、信用取引始めてきますっていう感じですよ。信用だからね。あなたを信用してじゃなくてから、証券会社と、個人との信用で初めて信用取引ってなされるわけですよ。その人を信じて信用枠を渡すわけなんだから、証券会社は。それが、支店長の面談であったりとかもやっぱし入るんだけど、そんなのさ、手当たり次第さ、
信用口座開設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 みたいな感じだったら、業務増えるでしょ、普通に考えて。わかりますかね。上席者がもうもういろんなところから信用口座開設したい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 ってなったら、対面でもう動いていかなくちゃいけないですよ。どんどん面談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 記録面談記録作って提出面談記録作って提出みたいな感じで施設入るんですよ。業務として成り立たないですよ。要はその資金が少ない人の信用口座を開けたとしても、でやっぱその人を選ぶんだよね。だったらやっぱり枠が大きい、その資力がめちゃめちゃある人で信用口座あります、ワンショットのその取引量がやっぱバカでかいと手数料バンって、はい、やってもらったら入ります、やったらその行こうか、上席者連れてから行こうかってなるけど、例えば100万200万の元手で信用はやりたいですってなった時に、それが本当に行った方がいいんかどうかってまた話変わるじゃないですか。そういったところはやっぱりあると思うんだ、一つ、まあ、そもそものところ経験とか知識とか足りなかったら信用ダメだとなると思うけどね、よほどのことだけどね、だけどネット証券に関してはもうこれかなり緩いんで、強制を使ってるでしょ、もしできなかったらこういう人の会社できなかった、だからやっぱりその人口増えていったって感じですよね、だから信用買いがなんか増えてから、信用枠でもない銘柄に信用買いが結構溜まっちゃったりとかしてるような時代が、コロナショック以降多発してきてるっていう状況かな。時代変わってきてるよね、はい、まあ決算見てからやろうっすね。で長期わけなんで、これ一応 PBR 一番上がってるから買いやすくはあるよねってところで、あとは決算したいでは買うかどうか判断したい、こんな感じがします。